野菜で満たされた土星のポット冷蔵庫20ポット式冷蔵庫は電力を使用しない気化冷却を利用した冷却装置。この原理に基づいてナイジェリアで開発されたジーポットの名称でも知られる。外側の濡れた砂を入れた多孔質の土星ポットと内側の食品を入れたポットからなり、外側のポットから液体が蒸発することによって内側のポットから熱が奪われ冷却される。 比較的乾燥した空気と水のみを必要とする単純な装置である。紀元前2500年頃の初期のエジプト湖王国で、気化冷却が使われた証拠がいくつか存在する。奴隷たちが水の入った多孔性の壺を仰ぎ、空気の流れを増やすことで、水の蒸発を助け、その中身を冷やす様子が壁画に描かれている。これらの壺は現存し、ジーアと呼ばれ、 ジーポットの語源となっている。多くの土星ポットが、紀元前3000年頃のインダス文明の遺跡より、発見されており、現在のインドパキスタンにおける殻や真っ赤と同様に、冷却水の保管に使われたと考えられる。科学技術の出現によって、現代の電気冷蔵庫が到来し、北アフリカで開発されたにもかかわらず、この技術は忘れ去られてしまった。しかし、 インド半島では、カラ、マッカやスラヒと呼ばれる異なる種類の土製ポットが、冷水の保管に使用されている。スペインでは、ボティホと呼ばれる冷水を保存するための多孔質粘土の容器が数世紀にわたって比較的広範囲で使われている。ボティホは、地中海性気候の地域で人気があり、一部の地域では、冷却効果は、ボティホ効果として知られている。 1890年代には、オーストラリアの金採靴社がクールガーディ政府を開発したが、これも同様の原理を元にしている。1990年代、ナイジェリアの北部地方では、モハメドバハーバガ20ポット式冷蔵装置を開発した。これは、大きい土製ポットの中に同様の小さいポットを置き、二つの隙間を湿った砂で満たしてある。内側のポットは、 フルーツや野菜、飲料が入れられ、湿った布で覆う。アッパが主張するには、通常に3日しか鮮度を保てないトマトが20日以上、保つことができるという。アッパはポットを作ることを仕事とする過程に生まれた。地元の失業者から技術のあるものを雇い、5000個の20ポット式冷蔵装置を大量生産した。2001年にはロレックスアワードを受賞し、 賞金7万5千ドルは発明品をナイジェリア中で利用できるようにするために使われた。ポットは一組40米国セントで販売された。2000年以降、複数の NGO がアフリカ諸国においてこの技術の普及に取り組み始めた。そのような取り組みとしては、スーダンにおけるプラクティカルアクションによるもの、ガンビアにおけるヒューマニティファーストによるもの、 グルキナファーソにおけるムーブメント EV によるものが挙げられる。二重ポット式冷蔵庫の構造 G アポットは土製ポットを一回り大きな土製ポットの中に入れ、二つのポットの間に湿らせた砂を入れ、濡れた布を上部に被せる構造となっている。水分が蒸発するにつれて装置は冷却され、熱く乾燥した気候において冷蔵が可能となる。水分が外部に向かって、 効果的に蒸発するためには乾燥し換気されている空間に装置を設置する必要がある。蒸発による冷蔵装置は周囲の湿度が高い気候の下では水分がうまく蒸発できないためあまりまたは全く機能しなくなる傾向がある。食品と多孔質ポットとの間に不浸透性の分離層がある場合には海水などの飲用に適さない水を使用しても 食品の冷却を進めることができる。これは飲料水が手に入りにくい、海近くの乾燥した場所において有用である。これは食品が貯蔵される内側の面に防水性のある釉薬、またはセメントを塗布したポットを使用することにより可能となる。気化冷却の効果は温度、湿度、および空気の流れによって異なる。 涼しく乾燥した空気が絶えず流れている時には内側のポットは下肢40度の低温にまで達することができる。この温度は食中毒細菌などの中温細菌の増殖が著しく遅くなる温度である。20ポット式冷蔵庫を用いて市場で野菜を売る女性。和皮具や20ポット式冷蔵庫は単に食品をより 長期間にわたり新鮮な状態に保ち、食物に関係する病気の症例を減少させることができるにとどまらず、それらを使用する人々に様々な性の影響を及ぼしている。ありがとうございます。